パックカタリの通信技師がオリコダムで捕虜になってる。ペリコの放送システムをハッキングするために彼を解放しないといけないわ。俺たちの友人パックに言われてきた。よし、任務に集中するぞ。俺たちの友人パックに言われてきた。そうか、行こう。しっかり捕まってろ。二人の元で働いてはいるが、俺ごときを救出するためにアメリカ人を派遣するとはな。お前、よし、まだ大丈夫だ。マスキー、ミラー、ベン、いや、そんな。専門知識が今の任務に必要なんだ。 DJ ペリコのラジオをジャックしたい。冗談だろ、うちの嫁がファンなんだ。あいつは敵だぞって言ってんのに。でも面白いじゃない。だとさ、かなわないよな。だから俺も一緒に。この辺りに情報があるかもしれない。助かった、ありがとう。この放送は思ったより効果があるのかもな。まだ分からないぞ。まあ心配するな、できる限りのことはする。じゃあな。サンタブランカラジオに注意して、うまくいけばパック語りの演説が放送される。了解。技術者はボーマンと気が合いそうだな。パックの演説をラジオで流すのにここまでやる必要があるのか。ボーマンは反乱。良心を持つのは危険だ。心ある者にとっては特に。
ラモン・フェリスは自分を許せなかった。そして自らの命を絶とうとしたその時、我々に協力していたにもかかわらず、奴にまだネタを持ってくる情報源が一つだけあった。タレコミ屋だ。もちろんそのことは筒抜けだった。キー操作まで監視していたからだ。気の毒だ。ラモンが自分の運命を知っていたなら、命を絶っていただろうに。自分たちの作戦だと思わせたいんだろう。連中の手柄になるしな。作戦を進めるぞ。ペリコもカルテルも何もなかったかのように振る舞ってるけど、反乱軍の放送は住民たちに希望を与えたわ。サンタブランカと戦いたい人が殺到してるって連絡があった。これが正しい選択だといいが、一箇所に力が集まるのはあまり良くない。社会主義者が力を持ちすぎるのが怖いの？冷戦時みたいな発言ね。 CIA 工作員がよくそんなことを言えるな。さあ次だ。また連絡する。